正直ね、ラリーガー内でステップアップしようとしたら、もうまあそう、あと2個しかないですから、アトレティコ入れていいかどうか、まあ今でも3位だからみたいな。そう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 。その2個しかなくて、で、国外だとプレミアとかどうなんだみたいな。うん、まあ、行ったら面白いと思いますけどね、絶対ね。っていうところかな。で、それ、まあ、それで言うと、まあ、それで言うとじゃないですけど、この流れで言うと、はい、どんな話しようかな。なんか、まあ、プレミアの話が出てるから、はい、まあ、プレミアで活躍してる、まあ、三笘の話とかをちょっと、りょうさんに聞きたいんですけど。ああ、そっち行くんすか、意外に。どこに行くと思いました。いや、まあ、あの、ラリーガーのチャンネルだから三笘の話しかしないのかと。うん、やべ、しなくてもいいんだけど。いや、でももう三笘に関してはあれですからね、どの監督も欲しいでしょうね。戦術的に動けて、うん、あの、この力で圧倒的な違いを作り出してくれるんで。そうで、なんでこの話をしてるかっていうと、まあ、僕、ほら、レオさんを呼びしてよく言ってるけど、三笘、ラリーガーに来ねえかなってよく言ってるんですけど、なんかあの、バルサが久保を狙ってるって話が出たときに、うん、僕どっちかっていうとチャビが欲しいウィンガーって三笘なんじゃないの。確かに左ウィング三笘今だってチャビにやらしてますけど、ね、実際は中盤で使いたいでしょうしね、うん、この形がハマってるからパティも復活 しないしああしてるでしょうけど、そうだから、なんかこういう話がなんかなかなかできる人がいなかったりするから、そう、なんかそれすげえ思ったんですよ。久保をその今のバル、まあ、チャビのバルサが欲しいっていう話が出て、うん、で多分右ウィングだよなと思ったけど、ただその、チャビが欲しいウィングって、ああいう久保みたいにこう連携しながら崩していけるタイプじゃなくて、もう、こう突破型、だからビンシエスとかルイス・ディアスとかコマンとかも置いといたら突破はしてくれるよっていうタイプじゃないのかなと思って、そしたら三笘の方がいいと思うんだからって思ったんですよ。あれは、まあまあ環境面とか言語面あると思うし、バルサのサッカー知ってて、なおかつ、あ、確かにね、そうなんですよね、突破の数字はどうか分かんないですけど、右ウィングで純粋な相手の逆ついて、うん、ロドリゴもしかしたらあるかもしれないです。その後の精度のところですね、どっちかっていうと。うん、まあ、あの、なお、あれじゃないですか、あのガビの右バージョンみたいなイメージじゃないですか。まあそうだよね。ちょこちょこしてて、テクニック高くて仕掛けることもできるみたいな。でもだから、それ、そのタイプを、だからチャビがどれぐらいうまく使えるのかなっていう。うん。だから、三笘みたいなタイプの方が、まあ、極端な結構置いておけばなんとかなるみたいな。そう、あの、チャビがうまく使えるとかはないと思うんですよ。チャビはわがままな選手を構成させるのが得意な人なんで、デンベレみたいなね、はい、あと守備をめちゃくちゃしっかりやらせるとかね。だってマドリー対バルサナのこの間のあれ、あのスペインコパ杯の、うん、コーパデルで、はい、1-0 で勝った試合あるじゃないですか、うん、はいはい、うん、あれスローインのミスついた1点からずっと守り勝ったじゃないですか。そうだね、うん、もうマドリーとバルサの差はプレスバックのスピードですもん。うん、バルサは前からのプレスもそうですし、あの撤退した守備の時のディフェンスラインの前を守るスピードすごいんで、うん、国自奪回がねすごいからね。でマドリーはそれ、まあ、できてないっていうか、まあ、正直ね、あのリーグ戦とかチャンピオンズリーグとかそういう本当にガチで狙ってるタイトル以外ちょっと抜くところはなんかクラブの文化としてあるんじゃないかっていうぐらいな感じするんで、うん、でまあまあ話します。そのぐらいチャビってもう守備すごい監督、ヤンキー構成させるのすごい監督なんで、うん、あのシメオネなんですよねチャビって。ああ、まあわかりますよ、うんうんうん、僕らが勝手に、僕らっていうか僕はもう全然それないんですけど、基本的に世間はチャビにペップ求めるんですけど、まあバルサーから出てきてるからね、なんですけど、そこのセンスは僕皆無だと思ってますチャビに関して。そうね、うん、でもあのバルサっていう後ろ盾、ラポルタっていう後ろ盾がある上で、あの勝利に対して貪欲な頑固親父みたいな、うんうんうん、で、あの才能あるヤンキーを見捨てないみたいな、うんうんうん、なんで今だとデンベレでデンベレ構成させられたのは、っていうか構成させられるのは僕世界でチャビしかいないと思うんで。あ、確かにね、うん、でもしかしたらドルトムントいた時に、だから、もうデンベレも言ってたけど、トゥヘルが監督やった時は、
なんか結構良かったみたいなこと言ってましたからね、全米がね、うん、12の時もう本質的には変わってないじゃないですか、そうだね、確かにわがままな選手をうまく扱ってただけじゃないですか。確かに確かに。ソックスにポケモン GO を入れながら練習した本当その話いいよなでそのままグダグダ来て怪我もすぐするしみたいなので、バルサでくすぶってたというか、もう出ていけみたいな感じだったところを、シャビがもうずっとあのもう仲間入れてずっと叱咤激励しながらずっと使い続けて、今世界最高のウィングになってて、守備で誰より頑張るみたいな、うんうんうん、だってフランス代表がエムバペに前残りさせる戦術できるのって右サイドのデンベレ守備してるからですから、右デンベレを受けてるからだね。なんでこれってアルダトラン唯一うまく使えてたシメオネだと思うんですよ。ああのスパイクを投げてしまう問題ですよね。あの時代以外別に輝いてないじゃないですか、アルダトラン。本当だね、バルサ行ってもいまいちだったからな。ああ、でもめちゃくちゃうまいじゃないですか。うまい、うん、アルダトランは。なんで、そういう、まあ、でも本当、チャビに、なんか、過程と結果両方求めないで、うん、その、選手の質が良かったら、あとは、チームが空中分解しない。うん、まあでもそうですね。うん、信頼できる頑固親父がいるみたいな。うん。感じで見てるんだったらいいなと思って、僕はそういう風に見方を変えてからだいぶ楽になりました。あ、だいぶ楽な。まあだからあれね、戦術的なものをどこまで求めるかっていうのを、そうそうそう、自分の中でラインを引いてから見れるようになったと。ちなみにペップとかアルテタを求めないでいけば、あ、すごいいい頑固親父なんだなみたいな。だから戦術的に修正できなかったりとか、よくわかんない選手取ってきちゃったりとか、ベジェリン取ってきてすぐ出したあのムーブなんなみたいなとか、半年で出しちゃったからな、ペラントーレス70億かけてのなんなみたいなありますけどそういうの全部、まあ、頑固親父って結構そういうなんなんて失敗してるじゃないですか、いろんな業界で、うんうん、なんでそういうなんかキャラクターとして可愛く見れるみたいなとこあります。まあ、どうですかね、バルサーはもう CL とか EL でやっぱり苦戦してきている現状ではあるんですけど、ヨーロッパの舞台でもどうですかね、しっかり勝てるチームに戻っていくのか。いやでもそれもう森田さんはもう聞いてくれてるけど分かってると思いますけど相手レベル強くなったらどっちもうまい素材揃ってるわけですから、そっからのシェフの腕になるじゃないですか。そうだから、なんで今この質問をしたかっていうと、まあ今本当にこう話してきた文脈で、やっぱチャビってその守備のところはすごい、まあ、しっかりやるし、まあ、選手にそれを植え付けてるし、もう本当に今ネガトラとかバルサの選手にむっちゃ速いし、すごいいいなと思うんですけど、これがこうだ攻撃のところで、まあ配置の問題もそうだし、まあ、修正力もそうだし、だここをまあ改善してないまま来てるっていうか、多分そういう力がないんだと思うんですよね、チャビ自身に。だからすごい優秀なコーチングスタッフ入れるとか、なんかそういうことが起きない限りビッグマッチになればなるほど同じ問題が起きるなと思っていて、だからそれがこう僕が、まあ、ラリガで今首位走ってて、まあ優勝、まあ多分優勝するとは思うんですけど、僕は今季は、ただだからそこのなんかギャップっていうか、なんかこう帰り酒切れてない感が、うん、ここから目をそらし続けることはできないなっていうふうには思うんで、だからもう見てると辛いですからね、日光みたいなことしてるいやそれは見たいけど、そこを見たいけど輝いてるし、うん、見たら目焼けちゃうからみたいな感じで、もうチャビに関してはもう修正はうまくないしやりますけど、うん、そのセンスがそもそもないんで、次の問題出たらまたそこに時間かかるんですよ、うん、早くいつまでアラウホ晴らしてんだよ攻撃の、ね、うん、アラウホの守備があのセンターバックの枚数多くなった的な機能の仕方はするけどそれ以外のところではいやずっとアラウホに渡した瞬間詰まるじゃんみたいな、うんうん、それは別にアラウホが下手なんじゃなくて、そこに置かれたらどのサイドバックでもきついわっていう、うん、カルバハルぐらいでそれできんのみたいな、うん、また入ってきてね工夫したりとかね、うん、こういう話しだすとマジでチャビアンチに見えんすよ。そうね、俺僕もそうなんだよね、なんかアンチチャビアンチバルサみたいにちょっと見られちゃうかもしれないけど、そういうことは別に言いたいわけじゃなくて、だからその後もうめんどくさいんで、もう相手強くなった時にあの一流 の食材揃った中で、じゃあ一流の料理人がその食材を調理しますっていうと、まあそこでの腕の差が当然出るんで、うん、その腕の差をカバーするぐらい食材が揃った時にチャンピオンズリーグ勝つんじゃないですかみたいな。でもそれってガチャなんで、ただの、うん、いやだから本当そうで、なんかこの近年のバルサも補強もちょっとガチャっぽいところがあって、あと監督もガチャっぽいところがあるから、チャビに補強任しちゃダメですよ。うん、でもチャビは言う
通りにやる。出てますか？任しちゃっていうか、権利与えちゃダメですよ。フェラントーレス取ってきて、ベジン取ってきてみたいな。うん、だからそのスポーツ的側面の結果ですよね。例えばシール、ラリガ、EL、コパの結果と、この補強の結果、補強の成果、これをちょっと分けて考えないとダメでしょうね、うん、バルサの場合はね。うん、でも何よりこれでもう分かってるのが、監督が一番大事なことはオーナーと仲いいことっていう。まあね、ラポルタとチャビの関係、はい、もうあんなに補強してもらって、あんだけ格上とか同格に勝てない中でもチャビ契約更新するって言ってますから、うん、まあ、ただこの流れはまあそうでしょうね、うん、なんでもう それがそうなってると何が起きるかっていうと、選手から謀反が起きないんですよね。